ちまったんだろう、若林キャプテン。ほら、どいたどいた。なんだ、南葛のサッカー部。いよいよ終結の試合だ。今までの南葛とは違うってとこを見せてやろうぜな。おー、この間の練習試合じゃ30点ゼロだったから、今度は10点くらいには抑えてやるぞ。でもガッツだけは絶対負けるな、な、翼。うん、試合だ。お前の挑戦は対抗戦で受けてやる。とうとう対決の日が来た。おい、サッカー部じゃないか。お前ら開会式にも出ないで今頃まで何やってたんだよ。最後の早朝練習で対抗戦のマル秘作戦を練ってたのさ。なあみんな、おう。あら、ロベルト。ロベルト。お、ママさん。どうしたの、こんなところで。試合までまだ時間があるんでしょ。かしたように動き、シュートを決めてしまう。そんな翼を見てると、まるでこの俺の代わりにプレーしてくれてるような、俺の分身みたいに思えてくるんです。目は大丈夫なの？心配しないでください、翼。でも日本は予選さえ一度も勝ち抜いたことがないっていうじゃない。でも翼らしい大きな夢だ。うん、この間の練習試合にも出てなかったし、それにあいつこの頃チームの練習にも参加していないって話ですよ。若林は出るぜ。西ヶ丘の浦部。俺たちはその若林がゴールされるのを見に来たのよ。この試合下手すりゃ無敗の終結が負けるかもな。バカな、練習試合とはいえお前たち南葛に負けたんで、腹いせんそんなことを。何とでも言えよ。ただしこれだけは覚えとけ、南葛には大空翼ってやつがいるとな。大空翼？誰だそれ。未だかって得点を許したことのない若林からただ一人ゴールを奪ったとんでもねえやつさ。すげえ観客だ。無理もないよ、対抗戦の結果がこの試合で決まるんだから。元気出せよみんな、見てる人が多ければ多いほどやりがいがあるってもんさ。そうだよ石崎くん。うん、まさ、ワールドカップの観客はこんなもんじゃないぞ。うん、あ、若林くんは来ていない。ダメです監督、どこにもいません。よし、もういい、仕方ない。今日も若林抜きだ。相手は南葛だから心配はないと思うが、気を締めていけよ。あ、これより対抗戦最後の終結賞サッカー部対南葛賞サッカー部戦を行います。